私はミカ、ルールの盲点をつくために校則を熟読する女の子。この子はウメ、ルールはいつも親切な誰かが教えてくれると思っている女の子。この子はアラ、ルールには縛られないという自分ルールに縛られている女の子。今日はアラが買い物に行きたい言うからついてきたんやけど。靴屋さんってこんな真っ暗なもん？おかしいな。確かに招待状の場所はここなんやけど。招待状？インビテーションがないと買われへんレアスニーカーでな。それちょっと見せて。ほら書いてあるやろ。いや突っ込む気力も失せるほどの怪しい招待状に引っかからんといてくれるか。これ偽物なん？逆にどこを見て本物と認識したのか。私の興味はもうそっちへ移行してるわ。二人ともあれ見て。いやあ、魔法少女諸君、うちのピースメーカーがお世話になったようだな。誰よ？私はピーステイカー、平和を奪う者。君たちには今からデスゲームに参加してもらおう。デスゲーム？殺し合いのゲームさ。見事優勝し、生き残った一人には。生き残った一人には？私から。私から？スニーカーをプレゼントしよう。いや、靴に命かけるやつおらんやろ。でもお前たちはレアスニーカーが欲しくてここに。ああいうんは人生の一発逆転をかけた人間が参加するのであって、足守るために命捨てるってそんなことわざみたいな展開ないから。アラちゃんいる？フリマサイトに出るの待つわ。ってことで帰ります。いやちょ待て、この日のためにスマホ5台持ちでスニーカーの抽選を勝ち取ったんだぞ。このデスバイヤーめ、テンバイヤーみたいに言うなや。ちょっとルールとかふわりさせるのでなんとか参加してくれませんか。語気強いけど言葉弱いな。じゃあお菓子の持ち込みいいですか？お菓子は認めます。認めた。カラオケ店みたいなルール認めた。 SNS に動画アップしてもいいですか？いや、さすがにデスゲームのネタバレ配信はあかんのちゃう。いいでしょう。通った。ほんでもう配信始めた。じゃあまだありますよ。途中退出いいですか？え、毎週リアタイしてるエンリアがもうちょいで始まるから。いや、どうだろう、途中退出はっても。無理なもんは無理って言うた方がええで。さすがに緩すぎるって。ですよね、そうですよね。ギリまでは参加しますから。でもさすがにそこは。じゃあ帰っちゃおうかな。もう認めます。いいです、途中退出。認めた。デスゲームの根幹揺るがすルール認めてもうた。っていうかデスゲームって名前可愛くないし、デスよゲームに変えよう。3回まで生き返り OK とかも追加しとく。さすがに悪いから100円払ってコンティニューにしとこ。ちょっと譲歩はします。いやないんよ。ほんでお願いやから着地点の全く見えへんデスよゲームに変えようについてちゃんと突っ込んでくれへんかな。ほんま敵がかわいそうで見てられへん。ちょい、あんたら見てみ。はぁ、